皆様、拍手でお迎えお願いいたします。書道家青柳美仙様は書道パフォーマンス甲子園のアンバサダーを務めており、世界各国で書道パフォーマンスをお披露されています。2020年には国立競技場の品質の作品をはじめ、JFA 天皇杯のオープニングアウトも務められました。また2021年には文字を立体的に組み上げた書の現代アート美の鳳凰シリーズを発表されるなど、書道界のニュータイプと称され、 NBS 情熱大陸にご出演されています。大好きな書道を通してさまざまな形で伝統と革新を発信し続けられています。それでは青柳美仙様、よろしくお願いいたします。それでは青柳様、ただいま披露いただきました暁という文字に込めた思いをお話しいただけますでしょうか。皆様、明けましておめでとうございます。書道家の青柳美仙と申します。本日は神戸市消防出初式という素晴らしい式典で革
かせていただけましたこと、とても光栄に思います。ありがとうございます。出初め式の和太鼓演奏曲、暁。消防士が火災を鎮火し、明け方の空が白み始めた頃に、鎮火砲を鳴らしながら、消防車が引き上げていく様をイメージした楽曲と伺いました。この楽曲、暁の夜明けのイメージをもとに、コロナ禍が収束し、新たな時代の夜明け、希望への思いを込めて書かせていただきました。本日、書道パフォーマンスをご覧いただいた皆様、神戸市様、神戸市消防局の皆様が明るく希望に満ちるようにと願いを込めて書かせていただきました。本日はありがとうございました。青柳様、ありがとうございます。新しい一年の夜明け、コロナ禍の夜明けをイメージできる躍動感ある素晴らしい書道パフォーマンス、ありがとうございました。今一度皆様、盛大な拍手をお願いいたします。